こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。ミニチャンプスの43分の1の F1 みたいなパッケージの、ミニカーが回っているけど、もう上に出ているわね。そうだぜ、リッチレーサー 3D だぜ。おお、ニンテンドー 3DS。うぷぬし、ユニバーサルスタジオジャパンでもスーパーニンテンドーワールドには、入りたがらないニンテンドーの唯一買ったハードだ。このソフトのためだけに買ったのよね。うぷぬし、大興奮の永瀬玲子のオープニングだから。消えます。かっこええやおまへんかー。久しぶりに、永瀬玲子が出まくり暴れまくりね。そうなんだ、リッチレーサー6や7じゃ。出番が少ないか、オープニングすらないか、だったしな。うぷぬし、我慢していたのを一気に解放ね。生きててよかったぜ、それと、ニンテンドー 3DS は。ローンチタイトルのリッチレーサー 3D と一緒に買ったが。今までリッチレーサー 3D の空のケースと、ニンテンドー 3DS の空のパッケージと取説や付属品しか、実家で見つけることができなかったんだ。相変わらず、うぷぬしらしいわね。それが先日、今住んでいる家の収納で、偶然、ストラップで巻かれた、アクアブルーの 3DS を発見したぜ。引っ越しの時、お嫁さんが先に発見したのね。うぷぬし、すぐ SD カードとカード型ソフトを確認したぜ。リッチレーサー 3D はリッチレーサー系で唯一、カード型のソフトなんだよね。うぷぬし、遊んだ記憶はあるの？ないんだよな、忙しかったからかな。今から、13年前の話ね。昔のような話だが、リッチレーサーとしては最近だな。で、今回は何するの？そこそこボリュームがあるんで、1回目は、新たに追加されたコースを走ってみるか。新しいのは、何コース追加されたの？ 3 コースだぜ。どんなコースなの？どれもコース自体は、今までのリッチレーサーテイストだ。じゃ、死ぬほど難しいコースじゃないのね。そうや、だがこのリッチレーサー 3D じゃ。コースに限らず、レースじゃ敵車がうざすぎる。あ、それ有名な話ね。1位だったのにフィニッシュで突然ぶち抜かれて、自分だけ低いカテゴリーで走ってるみたいだぜ。みんな、敵車がうざすぎって書いてるわね。まあ、いい、新コースやるぞ。まず、これだ。なんか簡単そうなコースに見えるわ。初心者向け設定のコースだ。3DS の下側の画面には、こんな説明が出る。へぇ、海底トンネルなんかあるんだね。ま、とりあえず、走ってみようぜ。そうね、走らないと面白いかどうかわからないね。じゃ、行くぞ。まあ、いつもながらのグリッドとコース紹介なんだが。グリッドに並んでるドライバーのアバターが可愛いわ。ナムコがニンテンドーを意識したのか、ニンテンドーがナムコに指示したか知らんが、うぷぬしは気に入らないそうだ。リッチレーサーのスタイリッシュさの、かけらもないわね。ま、仕方ないな。この辺りからのレースの始まり方はいつもと一緒ね。妙に安心するぜ、さあスタートだ。あ、ちゃんと、ルームミラーが装備されてるわ。最終ラップなんて、ミラー見っぽなしだぜ。敵車、よっぽどうざいのね。リッチレーサーらしく、とりあえず何かくぐるのね。あ、電光掲示板あった。いつもみたいに、永瀬玲子を映しまくってほしいが。贅沢は言わない。そうよねー、うぷぬし、かわいそう。でも、なんで永瀬玲子じゃないんだろう？わからん、理解不能だ、任天堂だからか？ソニーやマイクロソフトは、永瀬玲子に寛容で。任天堂は厳しいのかしら？まあ、傾向としては、子供向けが多いな。
そんなところも、イプ主は任天堂を嫌いなんだな。なるほどねー。ま、よう考察だな。やっぱり、さっきから敵者がうざいわね。だろ、だが、このコースはマシな方だ。初心者向けね。ああ、ここなのね、魚泳いでる。海底トンネルだな。で、トンネルを出るぞ。よく、この構造物、出てくるわね。リッチレーサーって感じだな。このストレートで一周ね。初心者向けってだけあって、走りやすそうだろ。複雑なコーナーがなくて、大きなコーナーばっかりだし。道幅が広いのが走りやすそうだわ。なんか、どこでもニトロ使えそうだよな。そうね、そんな感じね。てか、ニトロ使いまくらんと勝てないがな。今までのリッチレーサーの似たコースを、3つくらい。つなぎ合わせた感じだな。そうね、どの部分も今まで走ったことがある感じよね。また構造物をくぐると、空港だ。リッチレーサー7を思い出すわ。空港は短くて、トンネルに入る。やっぱり、敵車の動きがうざいわね。なんで、リッチレーサー 3D の敵車は、そんな、うざい仕様にしたんだろうね。なんでやろな。逆に、任天堂のハード専用だから。難易度を下げてもいいと思うんだけど。私も、そう思うぜ。まあ、立ち位置的にゃ、リッチレーサーズ3かな？微妙ね。いつものリッチレーサーのこんなコースなら、うぷ主。最終ラップだし、1位か2位を走ってるわよね。そうなんだが、ここで、まだ4位だぜ。いかに敵者が抜いても抜き返してくるってことだ。抜くだけじゃなくて、当たってきて弾き飛ばされてるわね。そうなんだ、当たって抜いていくんでまっすぐ走れん。ニトロが結構溜まっているが、突然抜かれるから。ミラーを見ながら、考えて使わんとあかんのや。フィニッシュまで、どのくらいニトロを貯められるか。コースを覚えておかないといけないわね。それに、フィニッシュ直前までニトロが溜まるコースと。直線ばっかりで、たまらないコースもあるしな。とりあえず、このコースはもう大丈夫かな？ 1 位になったけど、全く油断できんな。あ、抜かれた、横にいた？最終コーナーよ。ここで、ニトロを使う。前にも、ミラーにも見えないけど、勝ったわね。ニューレコードで、勝ったな。リプレイだぞ。リプレイの入り方もいつも通りね。この車、リッチレーサー 3D の全てと言っていいほどの、印刷物関係や、ゲームのあちらこちらに登場するやつね。オープニングも永瀬玲子が運転してドリフトするぜ。服も、車のカラーリングに合わせているわね。うぷ主、最初は永瀬玲子のコスチュームとしては、違和感があったが、もう出てきてくれただけで満足だ。確かに、永瀬玲子のコスチュームとしては今までと、路線が違うわ、なんか、深み合いみたいね。コスチュームはな、でも中身は永瀬玲子だぜ。それにしても、アメリカンなデザインね。それに、ボンネットから突き出している。スーパーチャージャーが、うぷ主の世代ぜ。初代マッドマックスだな、初代だぞ。メルギブソンね、今のコアワイルドスピードでしょうね。もう、リアサスの形式はリジットアクスルやろ。って感じだぜ。ああ、そんな感じだわ。それと、今回のリッチレーサー 3D のマシンセレクト画面は、最高速度と、ダイナミックとかマイルドとかドリフトタイプ、だけしか表示されないな。そうね、車も同じ角度しか出ないし、以前みたいに。くるくる回って、すべての方向から見れないのよね。そうだよな、以前は最高速度はもちろん、エンジンの、馬力排気量搭載方式、駆動方式、冷却方式、導弁方式、シリンダー数、バンク角化、吸気等々。架空とはいえ、ちゃんと設定が出たよな。言うまでもなく、ドリフトタイプもね。その、ドリフトタイプだが、うぷ主はいつもスタンダードを選ぶんだが、この車はダイナミックなんで慣れないぜ。ドリフトした後、まっすぐ走りたいのに収まらんぜ。じゃあ、慣れてるのに乗ればいいやん。うぷ主、永瀬玲子が乗ってるのに乗ってみたいんだ。ああ、そう、じゃ、うぷ主、頑張って。うぷ主、頑張ってるが、携帯ハードはな。
PSP もそうだけど、携帯型ハードだときついわね。真剣にきついぜ、大画面でコントローラーでしたいぜ。うつ主、大得意の、右トリガーがスロットルで。左トリガーが、ブレーキの配置ね。うつ主、ブレーキは押したことないけどな。まあ、最終ラップで、うつ主、少しは慣れたかな？直線で安定したら最高速が高い設定なんで速いわね。いわゆる、直線番長的な車の設定だな。本当に、うつ主、ドリフトに苦労してるわね。直線でも、蛇行しとんな。で、まだ前を向いていない姿勢で、ジャンプしながら。ニトロまで使ってるから、めちゃくちゃになる手前だな。この先、空港でまたドリフト大会ね。1位のトラックの後ろに着くぞ。リプレイで見たら、どんなんなんだろう？とりあえず、並んで抜いて、1位を走るぜ。もう、すぐ後ろにいたのね。うざく、抜かれて、2位に落ちるのよね。うつ主、2位でトンネルを出て最終コーナーからストレートだ。姿勢を立て直す間もなく、ニトロで1位ね。もう、疲れたわ。後の新コースも、大概疲れるぞ。でしょうね。じゃ、2つ目の新コースの紹介いくぞ。シルバーマウンテンスカイウェイ？雪山のマーク？こんな説明だぞ。やっぱり雪なん？レコードラインにはないが、路肩には雪があるぞ。へえ、これも、初級者向けなのね。そうだな、簡単な方かな。ま、走ってみよう。相変わらずの、可愛いアバターね。これに関しちゃ、慣れるか諦めるしかない。なんか、それっぽいわ。雪だるまに、路肩は雪積もってる。山は白いし。こんな感じの場所でレースだ。RC410、大きめのウィングつけて登場ね。スタートするぞ。ここら辺の路面に雪はないわね。景色も除雪されたんじゃなくて、降らなかったみたいだな。ドライタイヤで走るのかしら。路肩に雪があっても、レコードラインにはなかったからな。うわ、ありがちなトンネル出たら、雪があるわ。確かに路肩だけ積もってるんで、普通に走る分にはいいか。しかし、このゲームはリッチレーサーだからな。ドリフトしてコーナリングするんで、路肩の雪積むよな。それに、敵車をかき分けて走らなあかんし。その敵車がうざいから、路肩を避けて走るなんて。絶対不可能だし、弾き出されるぜ。そうよねー、一台でドライブするんじゃないんだからね。それで、実際雪を踏むとどうなるの？なんともならん、ドライ路面と挙動は変わらん。なんだ、早く言ってよ、路面の色が白いだけね。まあそうだろ。いちいち雪を踏んだら滑ってちゃ。そんなんリッチレーサーとは名乗れんぜ。そうよね、どこぞのゲームみたいにタイヤ交換できないし。てか、私は雪を踏んだら、どうのこうの言っていないぞ。そうね、なんだ、景色の一部ね。そうだな。そう思ったら、確かにコース的には簡単な部類ね。大きなコーナーと、直線をつないで、アップダウンもつけてみましたって感じだな。お、気球、ん、こんな感じのコースもあったわね。それ以外にも、横尾鉄道が通っていたり、頭上にロープウェイがあったコースもあったよな。あったあった、うつ主は絶対ニトロを使っていたわ。ここでも、うつ主、ニトロ使ってるな。こんなところも走ったことがあるような。それと、もうすぐリッチレーサー 3D で初の表現と思うが、まったか吹雪や葉っぱなんかが、フロントウィンドウに、一時的に風圧で張り付くぜ。おお、花びらかな？張り付いたわ、新しい表現ね。他のコースでは、他の門が張り付くぞ。うつ主、最終ラップを、3位で入ってるわ。敵車は相変わらずうざいが、RC410 のドリフト特性が、うつ主の好みのスタンダードなのが、効いているんだろう。なるほどね、好みって大事なのね。ほれほれ、うつ主、2位になるぞ。なった
たわ、ニトロを使いまくりたいけど少ないわね。まだコーナーも多いし、ニトロを目いっぱい貯めよう。うつ主の好みの、スタンダードな特性だしね。もう、ずっと1位を目視で捉えているわ。さっきもそうだったが、1位のブロックがエグいんだよな。うざすぎ、エグすぎ。このコースはトンネル入り口からフィニッシュまで。ほぼ直線上に抜けられるから、ダブルニトロで。抜いて、引き離すしかないな。おお、ダブルニトロで勝ったわ。意外と今回は楽だったな。じゃ、リプレイ。うぷ主、リッチレーサー7じゃ、RC410 使ってなかったね。プロフェシーを使ってたな。あれって、マイルドなドリフト特性よね。リッチレーサー7は、足回りがいじれるから。どこかのパーツに交換したら、ちょうどいい具合になったはず。それと、うぷ主のデザインの好みだな。そうだったのね。リッチレーサー 3D には出てこないの？ちゃんと出てくるが、残念ながら前の延長線上には。あるんだが、モデルチェンジしてんだよな。いいものは買えなくていいんだが、人気なかったのかな。RC410 は、人気あったのね。多分な。ま、アドバンスグランプリをクリアするときは、プロフェシー使ったけどな。路肩に積もった雪で狭く見えるけど、実際雪の上走って問題ないし、そう見ると。ここも、さっきくらい、道幅広いわよね。そうだよな、もしかしたら、さっきよりコーナーを。曲がりやすい、てかドリフトしやすいかもな。滑るぜ、滑るぜー。このトンネル出たあたりの風景は綺麗ね。やっぱり、ナムコはいいセンスしてるぜ。片側3車線に路肩ね。もう、高規格幹線道路だな。それと、リッチレーサー 3D は、ホイールスピンで結構、タイヤスモークの表現が出るよな。ああ、そうねー、今まではこんなに煙でなかったね。なんか、ちょっと、安っぽいけど。うぷ主、路肩の雪の上を走って抜くか？雪にタイヤ痕をつけながら、抜けるかな？抜いたな、が、気をつけないと抜き返してくるぞ。雪の上をニトロを使って逃げる。引き離したかな？どんどん抜くわね。次の変な格好のやつが、まったうざいんだよな。抜いても、ちょっとミスしたら抜き返してくるしな。うぷ主、ミスんなよ。これだけ引き離したら、大丈夫かな。この辺りは走りやすいし、抜きやすいな。どんどん抜いていくぞ。この辺りなら、敵車のうざさも目立たないわね。まあ、コースも走りやすいしな。ってことは、抜きやすいってことね。このコースは、リッチレーサーを気持ちよく楽しめるな。まあ、そうね、うぷ主らしいリッチレーサーの走り方だわ。抜くぞ、なんなら当たって突き飛ばしてやるぞ。あら、ほんと。そろそろ、1位の車が見えてくるだろう。あ、見えた。さっきの運転席画面で分かったように、1位の、あの変なアメ車は、うざいブロックしまくってくるぞ。そうだったわね。F1 なら、20秒ペナルティくらい食らいそうなブロックだな。フィニッシュラインまで、まだ距離があってよかったぜ。抜くか。抜いた後は、ダブルニトロを使って逃げ切るぜ。一回目のコースより簡単そうね。そうだな、が、次のコースは死ぬぞ。え。じゃ、次のコース紹介だ。今度は小さい変なコーナーが多くて、丸っこいコースね。説明だ。ナムコ自ら、上級者向け、なんて書いているぞ。難易度が高く、高いテクニックが要求される、だって。加えて、敵車がうざい、できたら走りたくないな。じゃ、行くぞ。やっと、3コース目ね。出た。ここは、変わらないわね。慣れたぜ。なんとなく、アメリカっぽいテイストね。出てくる車もそうだし、アメリカ市場を重視したか？ RC410 ね。さっきのとは、エアロが違うがな。下
タートね。ここは次の週からニトロを使って走るストレートだ。あらー、飛行機低空を飛びすぎじゃない？超低空だな、危険だぞ。今がないと一台抜いているがトンネル内か。出てすぐに毎週抜き返されるんだ。へえ、毎週？そうだ、最終ラップもだぜ。で、抜き返して2台目を抜くが、一瞬6位になったけど、次の橋までに陸陣に2台に抜き返される。敵車、ぶった。意地になって抜き返しても絶対また抜かれるぞ。ここって鉱山ってか、マニア大好き廃坑かな。あ、ほんと抜かれたわ、うざ。1位になれなくて何回もやったらわかるが、こいつら腹立って抜かれたからニトロ使って抜き返してもまた抜かれるから、ニトロの無駄遣いはせず残しておく。最終ラップの最終ストレート前で引くようになるからな。この辺りでまた2台を抜き返していたら、初めてニトロを使ってもいいかな。それまで我慢するのね。あ、滝。ひたすら、インを開けず、ドリフトでブロックだな。この下りで、前に次の敵車が見えていればいい。ああ、水しぶきがフロントウィンドに張り付いた。これも、さっきのコースと同じ、新しい表現だな。うく主が生きている間にはないかもしれないけど、リッチレーサー8は、もっと新しい表現が増えそうだわ。最終ストレート前のトンネル出口からニトロを使い、1台には抜き返されるが、また抜いて、結果2台抜いて、とりあえず4位になるぞ。あー、2周目のトンネル出口で1台抜かれたわ。おお、もう1台も抜いてきたわ。言ったろ、絶対抜き返されるって。これでもトンネルの中で1回ニトロで引き離したんだぜ。結局ニトロの無駄遣いだったろ。うざい仕様だわ。ここは細かいコーナーが多いが、敵車は絶対インベタで曲がるから、前に出たラインを開けないことだ。で、あとはブロックだな。やっと、後ろの6位5位は諦めたかな。やっと4位で、前に敵車が見えて、ニトロ満タンだが、まだ温存だ。使っても、すぐ溜まりそうだけど。この辺りか、もう少し先で、一発ニトロを使う。ダートも使っていいようね。4位を離さないと、またうざいのと。下りなので、ニトロをもう一発。3位になったと思ったら、またうざく抜かれたー。腹立つだろう。水しぶきの中、ドリフトで抜いたと思ったら、トンネルの中で、また抜き返された。このトンネル、ドリフトしながら入るんだが、うく主。アウトに膨らんで、ブロックできなかったぜ。あ、スリップストリームで抜けた。3位になったんで、あと2台を1ラップで抜けばいい。が、最初のトンネルでまた抜き返され、思わず、ニトロを使う。途中、ダートに1台張り付いていたので通り越して、コーナーで抜き返して、2位になる。展開が目まぐるしいわ。と思ったら、張り付いてたのに抜かれニトロを使って、2位を取り返す。うぷ主、振られてる振られてる。トンネルの出口で、1位が目視できる距離に。確かに、インベタで走ってるわ。構わず、スリップストリームでアウトから抜いて1位になる。普通なら、ここで1位ならフィニッシュまで1位なんだが、このリッチレーサー 3D はうざい仕様なので、ミラーから目を離さない。すぐ後ろにいる。あ、抜かれた。うざい動きするわねー。ニトロを使って抜き返そうとするが、逆に離されてしまう。うざすぎるわ。でも、ドリフトしまっているから、ニトロはどんどん溜まるわね。使っても、抜けない可能性が高いと判断し、うぷ主、ニトロを使わず溜めるぞ。おお、当たっても、抜けないわ。もう、フィニッシュよ。ここで、ダブルニトロを使って一気に抜いて、1位で、フィニッシュだ。1位、取れたー。うぷ主、死ぬほど疲れたぜ。リプレイ見ましょ。このカラーリング、うぷ主がカスタマイズしたん。デフォルトは単色だったんでな。うぷ主の、センスね。ダサいか？まあ、いいわ。Z
レースの経過はさっきの通り、うざすぎる上に。携帯ハードの宿命で、操縦しにくい。PSP とか、PSK の携帯ハードで発売されてたら、リッチレーサーズみたいに、プレステ5でデュアルセンスと、大画面モニターでプレイできたかもね。そうだなぁ、PSP の L、R ボタンは板状で、長いことやると、人差し指の腹が痛くなったが、Nintendo 3DS は、普通のコントローラーみたいに、平べったくて、やりやすいが、コントローラーには及ばない。そうなのねぇ。Nintendo 3DS 用、コントローラー型デバイスってないね。ないな、中華製にもどこにも存在しない。唯一、使えると思ったのは、コントローラーじゃないが。なになに？よく何種類も、携帯ハード用として発売されている。コントローラー型グリップだ。ああ、よくある真ん中にハードをはめ込むやつね。せや、ただ持ちやすくするだけの、台みたいなもんだが。さすがに、堀の任天堂ライセンスプロダクトの。マリオカート7、ハンドルって商品なんだが。ハンドルって、回したら曲がるの？いや、何も起こらん、ただ形が丸いだけだぜ。ハンドルの形の台だけってこと？それが、ハンドルに L、R ボタンがついていて、3DS の裏から覆いかぶさるようになり上から押す形だ。ほう、いいかもね。少しボタンの位置が高くなり、人差し指を置いたら、自然に親指を置いた場所にニトロ発動ボタンがあるぜ。さすが、世界の堀。人間工学的に優れているし、丸い形状だから。長時間持っていても、角がないから手が痛くないぞ。ちなみに、おいくらくらいするの？現行商品がどうか知らんが、今回動画を作るにあたって、あまりにも適者がうざすぎ、何かいいもんないかと。Amazon を探したら、新品で確か2900円だったな。新品なら、安いかもね、それに堀製だし。そうだな、L、R ボタンの耐久性が不明だが、うぷ主は酷使しているが、今のところ大丈夫だ。Amazon じゃ嘘か本当か、新品は何点かしかないようだ。まあ、買ってから、こんなん使えにゃんってならなそうね。うぷ主的に、唯一の欠点は、そんなん、あるの？名前とパッケージの絵が、マリオがカートに乗っている点だ。ああ、それは仕方ないね。あの絵が、永瀬玲子だったらなんて思うと。無理やし、うぷ主、変な妄想やめなさい。そんなこと言ってるうちに、2周目の滝よ。トンネルに入って、出て、最終ストレートだな。今からニトロで抜く車にトンネルで抜かれるのね。毎週な、今前にいる黄緑のアメ車？もう鬱陶しいがな。うぷ主、抜いてトンネルに入るも。もう、本当にうざく抜き返されるわ。もう、敵車にはそういう動きがプログラムされとるな。黄緑のアメ車がダートでスローダウンしているけど、なぜか抜かしていくのよね。ま、トンネルで抜き返された車は抜いたけどな。うぷ主、最終ラップだからか、2位の黄緑をニトロで抜いた。うぷ主、2位になって残るは前の1位を抜くだけだぞ。コーナーでドリフトでアウトから抜くのよね。とりあえず、1位になったが、うぷ主、さすがに。このまま、うざい敵車に逃げ切れるとは思っていないぜ。まだ、フィニッシュまで結構あるしね。うぷ主、次の右コーナーの立ち上がりでニトロを。一発使って、引き離そうとするが、その前に抜かれるぜ。うざ。うぷ主、トンネルに向かう下りでニトロを使って、抜き返そうかとも考えたが、どうせ抜き返されて、無駄になりそうなんで、最後に備えて使わず温存する。うぷ主、2位でトンネルに入るのね。で、うぷ主、トンネルでブチ付近から、ダブルニトロで、抜いて、ギリギリ勝つんだな。そうね。ということで、リッチレーサー 3D の新コース3つ、終わったが、霊夢どうだった？最初の2つは確かに簡単だったけど、このコースも、走るだけなら、そんなに難しくなさそうだけど。私もそう思ったぜ、コーナーが多くて小さいが。トリッキーじゃなく素直だし、意外と直線も多いしな。一台で走るなら、どこにも接触せず走れそうだし。今までの、接触してもいいから早く走る。
なんて場所はないよな。結局、難しいというか鬱陶しいのは、敵者がうざいからね。そうだぜ、敵者の仕様というか、プログラムが悪すぎる。ってのが、難しさの原因だな、ということで。動画を終了する前に、もう少し見よう。なになに？やっぱり、ここまで来たら、あれだ。上は何の画面？とりあえず、飛ばしながらも、アドバンスグランプリの、最終戦であるレースイベントナンバー36が開放されたんだ。鍵がかかっていたのが、走れるようになったのね。そうだぜ、ウプ主、苦労したぞ。最終戦も4レースで、3位以上、2位以上、1位で、クリアで、次のエキスパートグランプリに進むが一区切りだ。1レース目は、ここなのね、意外と3位以内なら簡単そう。コースは簡単だが、敵者がうざすぎるんで。ウプ主、ついに、プロフェシーに乗るぜ。おお、なんとなくリッチレサー7の時の面影はあるわ。で、車を乗り換えたおかげか、3レースとも。ウプ主、規定順位以内でクリアしたぜ。ほんとだ、ウプ主、次々クリアしてるね。最終戦は今まで走り慣れたコースばっかりなので。コースは覚えているが、敵者がうざく1位にはなってないな。クリアが目的だから、いいんじゃない。で、ついに4レース目、もちろん1位がクリアの条件だ。いつもと同じ始まり方だけど、微妙に緊張するわ。コースはこれも今までのコースで、また、ウプ主が、比較的得意としているコースだぞ。ここね、普通なら、ウプ主、1位なんだろうけど。やっぱり、今回は敵者のうざさ次第ね。さあ、最終戦の最終レースがスタートだ。始まった。で、ウプ主、やっぱり得意でニューレコードで1位でクリアだぜ。DJ が、いろいろ祝福の言葉を並べ立ててくれているわ。ウプ主、リプレイを休憩がてらに干渉して。自分の勝利を見届けるのね。放置すると、多分ずっとリプレイがループしそうなので。一回見たからやめる。やめた。いつもの、プレイデータのオートセーブが入り。R の文字だけ周りが回る、何か出そうなので消えよう。
I'm a ridge racer. I'm a straight shot that makes them chasers. Gold in my blood, first place in my nature. We can be friends, but I'll beat you like I hate you. エンディングムービーだったのね。Congratulations. アドバンスグランプリをクリアしたら、流れるぜ。流せレイコが出てきそうで、出てこないんだな、これが。そうね、オープニングで流せレイコが乗ってた車が。ずっと出てたし、いつ流せレイコが出てくるかと思ったけど。結局、出てこなかったね、ウプ主、残念ね。それも、任天堂の指示なのかな？知らんけど。これから、エキスパートグランプリね。そうだ、次はまた次回動画にするんで、今回は終わりだ。終わりましょう。その前に、ウプ主がオープニングをもう一回見たがっている。流せレイコーみたいのね。そうらしい、消えよう。Racer. ウプ主、満足したか？今度こそ、本当に終わるわよ。では、今回の動画はこれにて終了です。最後までお付き合いしていただいた皆様方、お疲れ様でした。何かお気づきの点やリクエストが、ございましたらコメント欄に。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただき大変ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。それではごきげんよう。アストロボットにも、流せレイコ、出てくるのね。さよなら、また次回お会いしましょう。